アメリカ軍がオスプレイの飛行再開を発表したことを受け、木原防衛大臣は日本国内での飛行について地元に再開前に丁寧に説明したいと述べました。地元の皆様のご不安やご懸念の払拭のため、その再開前に丁寧に説明したいと、そこに尽きるというふうに考えています。墜落事故を受けて飛行を停止していたオスプレイについて、アメリカ軍は8日飛行再開を発表しました。日本国内での飛行再開に向けては日米間で調整が行われます。再開の時期について木原大臣は予断を持って答えることは難しいと述べました。